ジョニーウー。ハロー皆さん、ジュニーです。明日、リカとアヤカのドペルが解放されるので、早速、いつものことをやっていきたいと思います。そうです。いつものことです。では、早速入りたいと思います。まずは、彼女を覚醒させます。とりあえず、星4まで覚醒しましたね。この調子でガンガン行こう。まだまだ先輩魔法少女に助けられてばっかだからさ、いつか恩返しできるくらい強くなりたいよね。で、次は彼女のマギアレベルをアップしないと、レベルアップしないとダメですね。で、まだ終わり、まずはレベル5までやっていきます。まだ終わりじゃ、まだ終わり、まだ終わりじゃないって分かったらもっとやる気出てきた。はい、リッカーの分は終わりましたので、次はアヤカーの番ですね。で、彼女も覚醒させないとダメですね。はい、とりあえず星4まで覚醒しました。過去の私がいなかったら今のポジティブハートの私もいなかったってわけだ。そんならさ、昔の私に感謝しなきゃね。で、次はアヤカも、アヤカのマギアレベルを5にしないとダメですね。じゃあ、やっていきますね。とりあえず、まあ、一通り完了したかな、下準備は。それではまた明日、彼女たちのドペルの動画を楽しみにしてください。それではまた次のビデオでお会いしましょう。